サディア所属、駆逐艦エマヌエーレ・ペッサーニョ。近くで見る指揮官は、望遠鏡で見た時と違うね。もっとこう、はっきりと見えてる感じ。やっぱり望遠鏡で見た時と違うね。なんでもない。おかえり、指揮官。望遠鏡のレンズはちゃんと手入れしないと。不用心に扱ってもし傷がついたら大変なんだからね。遠くの風景を眺めるのが好き。手が届く距離より観測距離の遠くに見える距離の方がもっといろいろ見れるから。母校にもいい風景を眺められる場所はいっぱいあるはず。できればその全部書き写してみたいかも。レッコ、出航するならやっぱり普通の航路の方が安全だよ。望遠鏡を覗いてみたいの？いいけど、気をつけてね。ダメだよ。リボンがどうかしたの？まだ終わっていない任務があるね。指揮官、なんか辛そう。ちょっと休憩でもしない？任務完了の報告書、チェックの手伝いは大丈夫？もし提出用のものに誤字でもあったら。新しいメール。観測距離の遥か先から、遠い場所から送られてきたの？ごめん。ぼーっと外を眺めてたから、指揮官が帰ってきたのに気づかなかった。ごめんなさい。一人にして。指揮官も望遠鏡を覗き込んだことあるでしょ？その、目で直接見るのと望遠鏡で見るのはどう違うと思う？望遠鏡は、その、遠くからでもはっきりと物が見えるようにしてくれる。遠くて、誰にも迷惑をかけない場所から。美しい風景は、一度眺めれば覚えられるから満足かもしれないけど、好きなものは、その、近くで触れたくなったりするよね。指揮官、
来週はどこか空いてたりしない？どうしても行きたい、その指揮官と一緒に眺めたい風景があって。いいの？本当に行きたかったところだから。委託組の仲間たちが戻ってきたよ。ほら、あっちに。観測距離が伸びたのかな。敵艦ミユ、迎撃準備。私たちが勝ったの？よかった。その指揮官、あまり落ち込まなくていいからね。見えた。みんなの足を引っ張るわけには。私に？ありがとう。これは大事に大事に。もう遠くから見なくても平気だって。幸せはそのもう手の届く距離にあるから。